中道、スピード違反。ソフトバンクが9回にダメ押しの追加点を叩き出した。先頭の代打、ミネイがフルスからセンター前ヒットで出塁。周東がセンター前ヒットで続くと、ワンアウト1、2塁で今宮がライトオーバーツーベース。この打球に、好スタートを切った周東が、2塁走者の代走川村に追いつきそうなスピードで生還。昨年の WBC で大谷翔平に追いつきそうになった、スピード違反の名場面再現で2点を追加した。さらに、栗原のレフト前タイムリーヒットで5点目を挙げた。ダメだこりゃあっさりスイープで終わりそう。33対4以上のボロ負けかな、こりゃ。ジャイアンツバカにするなよ。オスナ出てくるな。契約は今シーズンで終了。母国へ帰ってくれ。これがなかったら、さよならだった。川村さんコリジョン。川村が一番ビビってたな。周東選手の走塁、えぐい。あかん。横浜じゃ無理やまあ巨人でも無理やけど。やっぱライデルは来年必要だわ。国語相変わらず、投手交代の判断悪くて安心したわ。セカンドリーグでは相手にならん。来季から J リーグのように入れ替え戦を。10億円ストッパーオスナのハラハラ劇場めっちゃ面白かったわ。日本シリーズも当たり前のことを当たり前にやってるね。初戦で格の差し見せつけられたな。これが致命傷だったな。余計な点を与えおって。オスナまたやらかしてる。国母監督オスナに関してはガンナに使い続けるんだよな。マジで早すぎる。川村もそこそこ早いけど、周東がレベチすぎ。物が違うわ。周東氏の WBC 以上に追い込みかける逃走中のハンターみたいなベイランに増えた。前のランナーが、スライディングして振り返って、シュートを立っててこの困惑してた、早すぎ。